偶然の灯火となったこの快速、最終的にほぼ意味ない快速となっていました。皆さんこんにちは、コツワズ鉄道チャンネルへようこそ。快速を名乗る種別で走る列車は、各駅停車と比較していくつか通過駅を持つことが特徴であり、各駅停車の列車と比較してより早く主要駅間を結びます。各駅停車と比較して通過駅のある列車種別に関しては、急行や特急などもメジャーな種別の一つですが、その中で快速は一般的に急行料金などの追加料金を徴収せず、一部の駅を通過する列車である場合が多いです。この快速列車の位置づけや扱いに関しては多種多様であり、JR 西日本の新快速などのようにガンガン飛ばす列車もあれば、通過駅がわずかしか存在しない快速もあるなど多種多様であり、東海道線の快速アクティは後者に位置する快速列車です。この快速アクティとはどのような快速列車なのでしょうか。今回の本編では、間もなく34年間の歴史に幕を閉じることになる東海道線の快速アクティについて紹介します。JR 東日本エリア東海道線の概要。 JR 東日本首都圏エリアにおける東海道線は、東京神戸間 589.5km を結ぶ日本の大動脈路線の一つである東海道本線のうち、東京熱海間 104.6km のことを指します。路線は熱海よりも先、静岡、名古屋、大阪方面へと伸びていますが、長距離都市間旅客輸送はすでに並行する新幹線に譲っており、現在の東海道本線は貨物輸送における大動脈路線となっている以外は、東海道線や琵琶湖線、JR 京都線、JR 神戸線などの名称にて、三大都市圏や静岡地区の通勤・通学・生活路線として機能しており、JR 東日本エリアの東海道線は、主に湘南地域や横浜市などと東京都心を結ぶ路線として機能しています。その他わずかではありますが、温泉地を中心とした観光客輸送という性格もあり、それに応えるべく、特急列車も運転されています。また乗客の乗車距離も比較的長い割に混雑が激しく、以前から普通列車グリーン車サービスやライナー列車など、着席需要に対する追加料金のニーズもかなり高く、現在も通勤客向けに通勤特急湘南が設定されています。快速アクティとは、そんな東海道線で走る快速アクティは、東海道線の東京駅を通る快速列車のことを指します。現在は東京駅を毎日19時48分と20時48分に出発する東京発小田原行きの2本のみが運転されています。快速アクティの停車駅は、東京、新橋、品川、川崎、横浜、戸塚、大船、藤沢、茅ヶ崎、平塚、神津、小田原と小田原から先の各駅です。つまり通過駅は辻堂、大磯、二宮、鴨宮の4駅のみで、通過駅を数えた方が早いという状態でした。ただし現在に設定されている快速アクティは平日のみ、2021年3月のダイヤ改正まで通勤快速として設定されていた列車の一部であり、東海道線の通勤快速は遠近分離を果たす目的で、品川大船間をノンストップで走ることが特徴でした。そんな快速アクティは、2021年3月ダイヤ改正以前まで、上下ともに日中時間帯から夜間帯を中心に毎時1本設定されていました。ただし平日夜間帯は快速アクティに代わって、上述した通勤快速が運転されていました。東海道線の横浜小田原間では、2004年10月改正以降、湘南新宿ラインの特別快速も日中時間帯に毎時1本設定され、快速アクティと合わせて日中時間帯は30分ごとに快速列車のサービスが提供されていました。
これは湘南新宿ライン本数大幅増加に合わせて増えた列車本数を横須賀線、宇都宮線、高崎線では既存の列車を減便して調整したのに対し、東海道線では既存の東京駅発着の列車はそのまま、湘南新宿ラインの列車も一部時間帯では増発として受け入れたための措置です。この時に宇都宮線の快速ラビットや高崎線の快速アーバンは日中時間帯で運転されなくなっています。なお2021年3月ダイヤ改正以降、夜間時間帯の下り2本を除く快速アクティは消滅となっています。そして残った東京駅19時48分発と20時48分発の快速アクティも2023年3月のダイヤ改正で消滅が決定しており、これで快速アクティは完全消滅となります。なぜ快速アクティの通過駅は少なかった？歴史とともに紐解く。末期には通過駅がたったの4駅のみとなり、本数も縮小され、ついには廃止に追い込まれてしまった快速アクティ。東海道線の快速アクティの歴史は意外と新しく、運転が開始されたのは国鉄爆発後の1989年3月ダイヤ改正です。国鉄時代にも首都圏エリアの東海道線にて快速の設定がなかったわけでもありませんが、とはいえ1981年のことで週末を中心とした臨時列車扱い、東海道線自体駅間距離が比較的長いこと、そして東京大船間では並走する京浜東北線や横須賀線の快速的役割を東海道線が担っていることもあり、以前から東海道線で快速列車を運転するニーズに関してはあまりなかったのではないかと思います。それでも国鉄が爆発した後、東海道線では快速アクティとして定期列車で快速列車の設定が行われています。これは1989年3月のダイヤ改正にて特急踊り子が速達化のため、平日の一部列車が通勤需要に応える形で停車していた藤沢、茅ヶ崎、平塚、真鶴を通過するようになり、これら通過駅に対する救済措置が必要になったためというのが快速アクティの設定理由になります。設定当初の快速アクティの停車駅は現在よりも少なく、東京、新橋、品川、川崎、横浜、大船、藤沢、茅ヶ崎、平塚、神津、小田原、真鶴、湯河原、熱海でした。通過駅は戸塚、辻堂、大磯、二宮、鴨宮、早川、根府川と、なんと7駅もあったのです。当初は平日朝ラッシュ時間帯終了以降、日中から夜間帯にかけて、おおむね1時間に1本程度のペースで設定されましたが、1990年3月ダイヤ改正からは、当時の利用実態に合わせる形で、平日19時50分以降の快速アクティが、すべて通勤快速に変更、再編されています。さらに、1992年4月からは、一部の快速アクティでは、2階建て車両である215系が充当されるようになり、2階建て車両が快速アクティの代名詞的存在にまでなりました。しかし215系は5両付属編成の製造計画こそあれど、結局10両編成わずか4本しか製造されませんでした。確かに座席数は大幅に増え、2階席からの眺望性は良好で好評でしたが、これゆえ一般の東海道線普通列車で使われる車両より輸送力は小さく、さらに扉は幅の狭い扉が2つのみと、2階建て車両ゆえに車内に階段が設置されていることと相まって乗降性も悪く、遅延が多発してしまいました。結局この215系も邪魔者でしかなく、2001年11月末で快速アクティから撤退しています。快速アクティ自体の停車駅も年々増加傾向にありました。
1998年3月のダイヤ改正で、一部の快速アクティが早川駅と根府川駅に停車することから始まり、2004年10月のダイヤ改正では、すべての快速アクティが早川駅と根府川駅に停車するようになりました。これは、小田原・熱海間の利用者数が比較的少なく、列車本数が少ない区間における合理化と乗車チャンス確保が理由と考えられます。さらに2007年3月ダイヤ改正からは、戸塚駅にも快速アクティ全列車が停車となっています。戸塚駅に停車するようになった理由についてですが、湘南新宿ラインの特別快速が当初から戸塚駅にも停車していたことによる誤乗防止の観点と、戸塚駅で湘南新宿ラインと同じホームで乗り換えができることによる利便性向上の2つの理由があります。しかし、この停車駅増加は結果的に通過駅をたった4駅にしてしまい、最終的に通過駅は藤沢・小田原間のたった4駅のみ、辻堂、大磯、二宮、鴨宮となってしまいました。戸塚駅停車開始以降はあまりにも通過駅が少なく、所要時間も普通列車とさほど変わらない実態から、一部の鉄道趣味者などからは準快速、区間快速カクティなんて揶揄されることもありました。また、戸塚駅に快速アクティが停車するようになってからは、東海道線の快速アクティと湘南新宿ラインの快速を誤乗するケースもあったようです。湘南新宿ラインの快速は東海道線内各駅停車であり、横須賀線内でのみ通過運転を行っていたため、紛らわしくても致し方ないでしょう。平塚での普通列車との接続を湘南新宿ラインの列車に変更するなど、その後のダイヤ改正で若干のテコ入れも見られましたが、完全なパターンダイヤでもないことから、それも徹底されず、中途半端な状態が否めないまま推移しました。215系撤退以降の快速アクティは、使用車両もすべて一般の東海道線普通列車と共通であり、本数も少なく、停車駅もどんどん増え、所要時間も普通列車と大差ない列車が多かったことから、正直地味な存在であったことは否めないでしょう。上野東京ラインの開業により、2015年3月のダイヤ改正からは、日中時間帯を中心に多くの快速アクティが宇都宮線と直通運転するようになりましたが、宇都宮線内はすべて普通列車としての運転であり、速達性の向上などといった利用者目線での大きな変化は特段ありませんでした。それもそのまま現状維持が続きましたが、2021年3月のダイヤ改正で大幅にメスが入ります。このダイヤ改正で、すべての上り快速アクティと日中時間帯の下り快速アクティが普通列車に変更されるか廃止されました。また、土休日の東京駅を21時49分くらいに発車する快速アクティも廃止されることになり、これはそれまで22時0分に東京駅を発車していた寝台特急サンライズ瀬戸、サンライズ出雲を21時50分に東京駅から発車させるための措置です。同時に、平日の東京駅19時50分発と20時50分発の通勤快速が快速アクティになった結果、快速アクティは東京駅19時48分発と20時48分発の2本のみ、東京発小田原行きで運転されるだけになりました。そして、その2本も2023年3月ダイヤ改正でメスが加えられます。東京駅19時48分発の快速アクティは上野駅発の普通列車に、20時48分発の快速アクティは廃止されることになりました。これによって、2023年3月のダイヤ改正で快速アクティすべて運行終了となり、約34年間にわたる歴史に幕を閉じるのです。いかがだったでしょうか。今回の動画をご覧いただいたことによって、東海道線の快速アクティについて、現在は
毎日19時48分と20時48分に東京駅を出発する小田原行きの2本のみが運転されていることについて、もともとは踊り子が藤沢、茅ヶ崎、平塚、真鶴を通過することによる救済措置の意味を込めて設定された列車であること、一時期は2階建て電車が使われシンボルともなっていたが遅延原因にもなり使われなくなったことについて、当初通過駅は7駅あったがどんどん停車駅が追加され最終的には4駅しか通過駅がなかったこと、通過駅が少ないがゆえに巡回速、区間快速カクティなんて揶揄されたこともあったこと、2021年3月以降メスが入り2023年3月で快速アクティは完全に廃止になることなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またチャンネル登録についてもぜひお願いします。それではご視聴ありがとうございました。